井優秀です。よろしくお願いします。今回受けたきっかけっていうのが、もともとプロのアーティストになりたくてやってたんですけど、なかなか自分で歌うことは得意とは言えなくて、歌うことは好きなんですけど得意っていうのことを言えなくて、やっぱりプロのアーティストになるにはこう人前でいかに感動させられる歌声を出せるかっていうのが必要になると思ったので、今回受けさせていただきます。4回ですがよろしくお願いいたします。君を好きになっちゃいけないって分かってたのに、君を好きでいちゃいけないって分かってるのに、これ以上君を追いかけても無意味だと心は知っていても、でも止まらない、止められないんだよ。君を好きになっちゃいけないって分かってたのに、君を好きでいちゃいけないって分かってるのに、これ以上君を追いかけても無意味だと心は知っていても、でも止まらない、止められないんだよ。はい、じゃあちょっとまず、ティッシュを取っていただいて、はい、これを四つ折りにしてベルを掴んでください。なんか、その状態でマンマンマンと聞こえるように、せーの、マンマンマン。そうそうそう。でこれベルが引っ込みたがるので引っ込ませてあげないように、マンマンマン。さらにベルをもっと前にある癖にしていきたいので、にゃんにゃんにゃにゃんにゃんにゃ。そうで、その時に上顎にベルがこう当たる形で、これがにゃにゃって、にゃにゃにゃ、ちょっとこういうイメージで前にベルを出す感じで、前回はねベロっていう話だったんですけど、今日はちょっとこう喉頭喉仏、こいつがちょっとこう不自由な感じがしたので、これのエクササイズをしていきたいと思います。なんでちょっと喉仏は上げ目にして、こういう声、あーあー、さあ、それでねん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 ね低い時は喉元気を低くってことで、ねい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 、ちょっとこう喉元気の移動の練習しましょう。まあ、じゃあ前回に引き続き、またちょっとここからのいろんな力を、ね、入れていきたいなと思うんですけれども、今日まずちょっと顎がね、顎首この辺がこう高くなるとこうグーってこう来ちゃうので、こういう時はもう逆に引く、とにかく引くと思って手でもアクセント入れてあげて、あー、ちょっと歌いづらいんですけれども、それにちょっとカウンターパンチしてあげてください。あーですね、じゃあ次はですね、ベロの力をちょっともうちょっと抜いていきたいので、ベロを前に出した状態で、なん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 、そうで、なるべくマンに聞こえるように、なんなんなん、そう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 。で、まあ、なおかつ、なんでしょうね、ベロが引っ込まないように、なん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 、行きましょう。なん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 、準備をして、そうそうそう、
常にベロが柔らかくなってきていい状態なので、ちょっと今度は顎を柔らかくしようということで、ここを口をロックしてください。これ以上口が横に行かない状態でガウ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 、そう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 、これで優しくガウ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 、いっぱい顎を上下で動かしましょう。横には動かさない。今だいぶこれでこうね、顎のちょっとトレーニングできたと思うので、じゃあそれに加えて、ベロをもうちょっと前にこう出したいので、浅い声でギャッ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 、さあ今ギャッガッガギャッギャッギャッ、同じ感じでギャッギャッギャッ、さあこれで使ってギャッ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 、今回のレッスンありがとうございました。率直に思った感想は、自分自身でも驚くぐらい変わったってことが一番分かって驚きました。 で、 それで、ね、でもまだ課題はまだまだあるので、これからも自分で家とかでレッスンを、今日4回で活かしたこう学んだレッスンをこう活かして自分で練習していきたいと思います。ありがとうございました。いつもクラリティアーツスクールの動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。クラリティアーツスクールトレーナーの清水博明です。今回松井くんはですね、非常にあのなんか素朴な甘い声の持ち主だったんですけれども、何でしょうね、こう持ち前のガッツで気合で歌う癖がちょっとだいぶ入っちゃってたので、こう喉周りがどうしてもこうグッってなっちゃうんですよね。でそれによってちょっとこう何でしょう、その音楽の軽やかさっていうものをこう失いがちだったので、ちょっとこうひたすらこれの筋肉をこう抜いて楽に本人のいい声が出るようにっていうことを目指した4回でした。なんかこの動画見ててこれどういう意味ですかとか、もしくはなんか私こうなんですけどどうなんでしょうみたいなことがあったら、あのコメントとかメールにお問い合わせいただければお答えできると思うので、どしどしご応募くださいということで、ありがとうございました。ブルーです。動画を見ていただきありがとうございます。クラリティアーツスクールではこれからもいろんな動画をアップしていくので、どんどん楽しみに待っててくださいね。それではチャンネル登録お願いします。じゃあねー。